거기서 안돌에서 똑같은 싸움 밑에 드라이브스루. そしてドライブスルー からインサイドを組みますよね。石井が中に入ってきますが、もう一回富樫が入って、もう一回富樫が入って、素晴らしい。ドライブスルーからスイッチさせて、はい、竹内選手相手に、はい、そして富樫が持って少しペースを落としてから出すが、ここからが速い、ここからが速い。今日はフローターが、そして富樫、小島がついていけてないですもんね。富樫に持たせないようにしません。持たせました、富樫。ああ、さすがですね。渡辺とのマッチアップ、ゴール下から、ゴール下から決めた、バスケットカウント。これはすごい、いい位置から行くのか、自ら行った、決めた。ここ一番の勝負強さはさすが富樫。なかなかシュート打てない。ミカルがまだついているが、富樫がレイアップ。また決める。スリーポイントの後はドライブしていきました。ここはもう時が過ぎていきます。一番このまま行きますと9連勝。最後の富樫が締めて。これすごいですよね。外出し。富樫。来ました。富樫が打つ、いや富樫がもらいに行きます。さあ、そしてスピードをつけて決めた、決めた。スペインが入ってきた、決めました。富樫が取ります。さあ、富樫が持ち込んでエドワーズがスペインに入る、そしてスペインを打つ。わずかに2ポイント差。ここは比江島と富樫のマッチアップ。ああ、入ってくる、3ポイントを決めてきました。あの天皇杯の決勝のようなシュートを決めてきました。富樫が決める。富樫がやり返した。恐ろしいまでの集中力。あと一歩手が良いですが、もう一度千葉、富樫かわして、また